主人と二人で始めた小さな定食屋、何よりの売りはオーガニック米。おかずの量の少なさにお客様は顔しかめるけど、ご飯のおかわり自由です。オープン当初は大盛況でも、すぐおかずのしょぼさ広まり、ぱったり止まった客足、払えない子供の給食費。ついてを出したネズミ子、いなくなった友達。ご飯のおかわり自由です。主人が通い出した怪しげなセミナー、自宅の炊飯器に入れ出したパワーが出るという謎の粉。ご飯のおかわり自由です。主人の強い勧めで私と子供もしぶしぶ入会した怪しげなセミナー。なぜだろう、次第に薄れる心を締めていた猜疑心。ご飯のおかわり自由です。家具は全て白にしなさい、寝る前に逆立ちしなさい、炊飯器に粉混ぜなさい、ご飯のおかわり自由です。セミナーの言いつけを守り、真っ白にした店内、壁一面に競争の肖像画。各テーブルに設置したセミナーのパンフレット、ご飯のおかわり自由です。熱心な勧誘認められ幹部になれた主人、息子の清が授与された。名前はアルバーリカッサバ、ご飯のおかわり自由です。競争の女にしてもらえた私、競争が入ったお風呂の残り湯、毎日欠かさず飲んでます。ご飯のおかわり自由です。主人と息子が留守の隙に田舎から出てきた父、泣きながら私の方を叩き、溶けたマインドコントロール、父と実家に逃げました。気がかりは清と定食屋、ご飯のおかわり自由です。私を連れ戻しにすぐ実家に来た主人たち、怪しげな呪文唱える清、逆立ちして叫ぶ主人、ご飯のおかわり自由です。話し合いの末入会した父、幹部になった父、競争の女になった母、ご飯のおかわり自由です。根深くはびこる人種差別、肌の色も目の色も関係ねえ、みんな同じ人間さ。ご飯のおかわり自由です。ご飯のおかわり自由です。